どうもこんにちは。どうも。はい、KP どうも。風呂入ってきました。風呂に入ってきましたよ。いやー、風呂入ってきた。こんにちは、どうも。猫大丈夫って、もう亡くなっちゃいました、それはもう。ちょっとね、この部屋もね、だいぶ臭くなってきたんですよね。ちょっとゴミがいっぱいになってきちゃって。一応ナイス、どうも。ちょっとね、ゴミが。ゴミがめちゃくちゃ溜まってきました。なんか匂いがすごい、匂いがしてきたんですよね。これ腐ってんのかな？やばい。その匂いがしてきたんで、あともう机に置く場所がなくなってきちゃったっていう。あ、カメラどうも。ちょっとこれもう片付けないとやばいな。ちょっと片付けないとやばいっすね、これ。そう、結構匂いもしてきたんですよね。やばいわ。よいしょ。うわ、ピント合わない。片付けるかな。片付けますかね、マジで。片付けるかな。もう片付けるのめんどくさいな。でも片付けるのもめんどくさいわ。片付けるか。てかお腹すいた。デニーズ食いたいな。デニーズ。デニーズってさ、美味しいよね、めっちゃ。デニーズってめっちゃ美味しくないですか？デニーズハンバーグとかパスタとか何でも美味しいからね。ちょっと高いけどね。高いっすけど、とんかつとかでもいいな。俺昨日とんかつ食ったのよ。昨日ね、とんかつ食べに行った。とんかつ屋だとね、ご飯とかおかわり無料だったりするんで、カツ花亭まで行くと、花カツ亭、カツ花亭安いんだよね。安くて美味しいのよ。あ、しんごくん、こんにちは。こっちどうも。カツハナ亭まで行くと美味しいんだけど、ただ、熊谷なんすよね。安くて美味しいんだけど。
だからね、途中のね、花園のとこにある、なんか、とんかつ屋さんあるんだけど、そこちょっと高いんだよね。ご飯とか、キャベツとか、おしんことか、豚汁とか、味噌汁とか、おかわり自由なんだけど、高いのよ、そこ結構。その、かつ花亭に比べて。2倍ぐらいすんの。うん、2倍ぐらいの料金になるから、ちょっとすごい高いんだわ。うん。まあ、美味しいは美味しいんだけどね、ちょっと高めなんだよね。昨日はね、そこのとこ行ったんだけど、勝花亭じゃないとこ、なんていうとこだか忘れたけど。美味しいんだけど、ちょっと高いんだよな。勝花亭も十分美味しいしな。どうしようかな。でも行くのだるいから、花園の昨日行ったとんかつ屋行こうかな。なんて読むの？わさち？わかんないけど。そこなのかな。うん。いや、美味しいは美味しいんだけど、ちょっと高いんだよね。あと、正直にその、値段と、なんか美味しさとかのクオリティ考えたら、カツアナ店の方が絶対いいんだよね。リーズナブルっていうか、なんていうああ、ここかもしんない。うん、多分ここだろここかも。なんて読むのこれ。和光か。和光ってとこ。和光。多分ここだね。和光。多分ここだと思うんですけど。ちょっと高いんだよね、ここ。ただで揚げたてくれる。あ、揚げたてなんだ。なんか通りで、なんか揚げたて感あった気がする。ちょっと高いのよ、ここでも。ここね、今までだ5回ぐらいしか行ったことないですけど、ちょっと高いんだよね。まあ、美味しいは美味しいんだけど。あ、こんにちは。ちょっと高いんだよな。なんか、勝花亭の2倍ぐらいするんだもん。なんか、一番安いやつでも、一番安いから一番高いやつ。まあ、その、ものにもよるじゃん。ものにもよるんだけど、だいたい目安的に2倍近くするんだよね。勝花亭で同じものを食うと、こっちで食うと2倍ぐらいする。まあ、でも、まあ、美味しさで言ったら、いや、勝花亭も確かにめちゃめちゃ美味しいんだけど、こう、和光ってところも、まあ確かに、カツアナ手よりかはなんかちょっとクオリティ高い気はするの、多少はね。ご飯とかもなんかすげえ美味しいし。でも、2倍の金額出すって考えたら、なんか、費用対効果的にやっぱり、費用対効果 なんて言うんだろう、その、コスパ的にどう考えてもカツアナ手の方がいいなと思うんだよな。高いのよ、普通に美味しいは美味しいんだけど、まあ、2倍とまではいかないけど、まあ、2倍、まあ、1.5倍ぐらいするかな。なんか全体的なメニューの値段で言うと。2倍は言い過ぎた。1.5から1.8ぐらいか。結構高いんだよね。まあ、高いっていうか、そもそもこれぐらいの金額が普通なのかもしんないけど、とんかつ自体がそもそも安すぎないっていう。まあ、豚だから安いんだろうけどね。豚肉だから。あ、あらす。あれ、風船と、なんだっけ、フェスティバル、カメラどうも。だからまあ、これ、皆さん行ったことあります？なんか、とんかつ和光ってとこ。まあ、多分、和光だか和光だかわかんないんだけど、美味しいは美味しいんですけど、ちょっと高いのよ。あやかんさんからリポーター、あれんちゃん、れんちゃん、れんちゃん、やったやった、れんちゃん、れんちゃん、やったー、あ、和光なんだ。アミッツさんもやった、やった、センキュー、あやかさん、あやった、やった、どうしよう、俺和光行こうかな。なんか腹減ったから。俺多分今日何も食ってなくない？今日食ったっけ？なんか俺。あ、俺多分今日朝から何も食ってなく、あ、いや食ったな。
焼きそば、スーパーの焼きそばを朝起きた時に食った。でもそっから、でも大した量でもないし、それ以上に何も食ってないからめっちゃ腹減った。あー、やかさん、れんちゃん、あれちゃん、れんちゃん、やったやったー、ありがとうございます。和光でいいの？和光じゃなくて和光か。和光は美味しいよね。キャベツと味噌汁おかわり中。そう、美味しいけどね。ちょっと高いんだよね。勝花亭見てみて。勝花亭もめっちゃ美味しいのにめっちゃ安いのよ。しかもおかわり中だよ。勝花亭もご飯と、勝花亭はご飯、おしんこ、キャベツ、味噌汁、おわ豚汁。食べ放題、飲み放題、おかわり自由。しかも、飲み物が、麦茶みたいなお茶が出てくるんだけど、それも、なんと、冷たいやつ。店員に言えば何杯もおかわり無料でくれる。和光に関しては、ちょっとね、カツアナテールちょっと値段が上がんのよ。いや、美味しいは美味しいんだけどね。でも、カツアナテールも十分美味しいから、コスパ考えたらやっぱ俺、カツアナテールの方がいいかなと思うのよ。和光はね、飲み物はね、水しか飲み物自由じゃないし。で、まあ、ドリンク版だけど、220円かかるから。そう。なんかさ、麦茶がさ、飲み放題だったら、もう別にドリンクバーとかいらなくない？なんか水だとさ、なんかちょっとドリンク飲みたいなって時あるじゃん。なんかお茶飲みたいなみたいな時。あとは、勝花でもね、熊谷はちょっと遠いんだよね。なんか飲み物が麦茶もらったらもうなんかいらないじゃん、なんか。花添とんかつ屋タクトミが有名。タクトミ、あ、そういえばその有名なお店あったかもね。俺多分行ったことないわ、そこ。タクトミ？タクトミ花園。これ行ったことないね。これ一度も行ったことない。なんか確か有名なとこあるとかってのは聞いたような気がするけど。ここのことなの。最高級のブランド豚だって。ほんとだ。今度行ってみようかな。ほんまや。ハンバーグもやってんだ。とんかつ&ハンバーグ。でもなんかさ、ハンバーグを、ハンバーグめっちゃうまそうだな。うわ、何これ、ハンバーグめちゃめちゃうまそうじゃん。でもハンバーグとさ、とんかつがあるとさ、なんかハンバーグ食いたくなんない？わかる？なんか今日とんかつ食いたいなってさ、行くじゃん、お店に。今日とんかつ食いたい気分だわって言ってお店に行ったら、ハンバーグがあったら、あれ？なんかとんかつよりハンバーグの方が食いたくねみたいになるのが嫌だ。なんかわかる？わかる言ってること。今日、とんかつ食いてえな、とんかつやってる店行くかと思って行くのよ。で、そこがハンバーグもやってたら、あれ？ハンバーグの方が食いたくねってなって、そう。それが嫌だ。あ、結局なんか、とんかつ食べに行ったのに、結局こう、ハンバーグのうまそうじゃん、つんで、とんかつ食えないでハンバーグ頼んじゃう自分が嫌だ。わかる？うん。確かにここ美味しそうだけど。共感できないですか？そういうのない？なんか、とんかつ屋だったらとんかつ屋だけにしてほしいみたいな。まあ確かに美味しそうだけどね。いやー、どうしよう。今日も和光行こうかな。で、今度行ってみようかな。じゃあこの有名だとかっていうこのタクトミってとこ。ちょっと今日はね、お店探すのもめんどくさいし、ちょっと今めちゃめちゃ腹減ってるから、今度でいいや、このタクトミは。今度行ってみようかな、タクトミ。確かにうまそうだね、このタクトミってとこ。写真見てるけど、うわ、ほんとだ、めっちゃうまそう。めちゃめちゃうまそうやな。なんやこれ。うわ、なんか、うわ、いる、豚の生姜焼きとか、何これ、何これ、なんかよくわかんない食べ物がある。何これ、めっちゃうまそうなんだけど。ほんとだ、めちゃめちゃうまそうじゃん、ここタクトミってとこ。めちゃめちゃうまそうやん。
全部うまそう。ハンバーグとか生姜焼きとか親子丼みたいなやつとか、角煮みたいなやつとか、豚肉の角煮みたいなのがあるぞ。うわ、これ確かにうまそうやな。うわ、なんだこれ、めちゃめちゃうまそうじゃん。しかも芸能人来てんのか、なんかサインみたいなのがある。うわ、めっちゃうまそう。なにこれ、タクトミめちゃめちゃうまそう。まあ、写真はみんなに見せないっていう。気になる方は、タクトミ花園で検索してみてください。うわ、めっちゃうまそうだな。いろんなものがあって、いろんなものがうまそう。まあ、今度行ってみよう。うん。美味しそう。焼肉ともにお肉が柔らかく、角煮は箸で簡単に切れて美味しい。うわ。企画ではいけない。いやー、もうそんなね、電話されちゃうから絶対。だからまあ、食べに行って写真撮って、まあ後で配信で紹介したり、ツイッターで紹介ぐらいしかできないよね。配信すると絶対電話されるもん。美味しそう。タクトミ。美味しそうっすね。お気に入れとこうかな。忘れないように。シャメしとくか。美味しそうなんで、タクトミ。これは何？チェーン店なんですか？これチェーン店なの？ここ。タクトミって。あ、匿名の方、フェスティバルアザス。これチェーン店なの？アダスフェスティバル。これチェーン店なんですか？誰か詳しい人。これチェーン店。うわ、何これ、おすすめの食べ方とか。沖縄の 塩の上にレモンを絞り、カツをちょんとつけると美味しい。うわ、何これ、いろんな食べ方ある。すげえ。沖縄の塩あるじゃん。沖縄の塩の上にレモン汁をちょっと絞って、そこにトンカツをちょっとつけて食うのが美味しいんだって。うわ、何これ。で、ソースとかいろんなもんでも食えるんでしょ。うわ、これいいな。美味しそう。めっちゃうまそうじゃん、タクトミ。めちゃめちゃうまそうだよ、これ。これ、チェーン店なのかね？あ、でも結構値段するね。厚切りロースカツ定食1980円。高っ！値段結構するな。うわ、でも、いや、これ、レベチでうまそうだよ、これ。何これ。いや、でも、値段相応かもしんない。めちゃくちゃ高いけど、ちょっと映すか。見て。厚切りロースカツ定食。これで1980円。高っ！これで1980円ってやばくないですか？高すぎないですか？普通さ、安いとこだったらこれ多分1000円いかないぐらいとかで食えるよね、この感じ。で、味噌汁になんか具が入ってないのがうまそう。で、このなんか塩？なんかこれが、沖縄の塩らしいんだけど、沖縄の塩にレモンを絞ってそれつけてくるんだって。でも見て。この断面。超うまそう。やばくないですか、この断面。めっちゃ綺麗じゃない、この断面が。でも確かに値段、高いだけあるかも。だって豚の肉ってさ、そんな高くないじゃん、普通。なのにこの金額ってやばくない？でも確かにめちゃくちゃうまそうっすね。今度行ってみるわ。ここ。美味しそう、でも確かに。高いだけあって美味しそうだわ。
うわ、なにこれ、フルーツわらび餅、すごっ！なにこれ。最高級のフルーツを使ったフルーツわらび餅。あー、フェスティバルアダス。やばくないこれ。巨峰マスカットとか、栗？桃？ピーチわらび餅。すごくないですかこれ。マンゴーわらび餅。フルーツトマトかなこれ。うわ、なにこれ。これも美味しそう。わらび餅の中に巨峰とか桃入れるのみたいな。まあ、美味しいのかわかんないけど気になるよね。ちょっとこれもお気に入りとこう。後でこう食べる機会があったら。お取り寄せとかできないのかな。なんか変な広告に書いてあって、広告飛んだらこれに飛んだ。わあ、腹減った。めっちゃ腹減ったんすけど、あれです、フェスティバルね。とんかつ食い行こうかな、俺。とんかつ食いっていいっすか。この、今日は和光にしようかな。まあ、ちょっと配信できないけどさ。また食べてから配信しようかな。ちょっと今から行ってこうかな、俺。今日さ、ほんとちょっとのスーパーの焼きそばしか食ってないから腹減った、めちゃくちゃ。フルーツサンドイッチも美味しいよね、高いけど。え、どこのやつ？そういえば、この前なんか行ったあの秩父のところになんかフルーツサンドあったよな。買わなかったけど。いや、本当はね、配信したいんですよ。本当は配信したいんだけど、電話されちゃうから、俺の場合。行ってきて、行ってきて、お腹すいたわ。うちにいるとさ、もうこう、惣菜とか、カップラーメンとかろくなもん食えないから。和光は弁当もうまい。あ、そうなんや。弁当もなんかあるんだ。あ、でも弁当って書いてあった気がする。まあでも店の中で食いたいよね、弁当じゃなくて。だって絶対弁当って味噌汁とか豚汁とかさ、そういうのつかないじゃん。まあ、後で配信でそれ買って食ってもいいけど、今日はちょっともう腹減ってがっつり食いたいんで、今日はちょっと中で食いたい。なんか豚汁とかも飲みたいし。マックのごハンバーガー食った。え、また新しいの出たんですか？お腹すいたよ。家だとろくなもん食えんからな。何日か前に出た。あ、そうなんだ。食ってないっすね、まだ。じゃあ、それ後で買いきますか、じゃあ。じゃあ、そのマックだったらね、お持ち帰りできるんで、レビュー配信します、後で。今日はもう、とんかつ食い行こう。本当は片鼻行きたいんだけど、遠いから、もう和光でいいや。おっしゃ、行ってくるかな。とんかつでも食いに。とんかつ定食食いに行こう。とんかつってでも安くて美味しいよね。マコは若干だけど高めだけどね。まあ、若干高めってか、そもそも、とんかつ自体が安いっていう。まあ、豚肉だから安いんだろうけどね。とんかつってさ、なんか、安さ半端なくない？もともと。だから、普通だったらこれぐらいの値段でもいいのかなって感じもしてきたけど。和光ぐらいの金額で。もともとがなんかお得すぎる気がするもん。とんかつって。なんか安いのにご飯とかキャベツとか食べ放題のとこ多いじゃん。あ、フェスティバルアダス。
で俺さ、おかずとかさ、ちょっとでご飯とかバーって食えちゃうタイプの人だから、俺。アフーセンどうも。てか、むしろ、おかずちょっとにご飯結構ガーって食うタイプなんで、そっちの方が好きなんで、とんかつとか一個頼むとさ、めちゃめちゃ食おうと思えば食えんのよ。おかず、なんかもう、とんかつパッてこう並んでんじゃん。それだけでご飯何杯食えるっていうレベルなの。でもね、まあ一応、俺、最近は、やっぱ太ること気にしてるから、最近はそういうとこ行ってもご飯少なめにね、ちょっと食ってんだけどね。できるだけ、キャベツを多めに食べて、ご飯食べないようにして、キャベツ食べて、で、あれですよ。ご飯の代わりにキャベツを多めに食べて、ご飯をあまり食べないように、ちょっとだけ努力してる。うん。まあ、本当に多分、ダイエットの努力でできる人は、そもそも、とんかつ食わないっていう話があるんだけど、根本的に。そう、ご飯おかわり自由だけど、ちょっと損した気持ちになるんだけど、でもちょっとやっぱね、太るの気にしちゃって最近。だちょっと、本当はもっとご飯、あと一杯2杯って食いたいなって時でも抑えて、ご飯食べたくなったらキャベツ食うみたいな。ちょっとね、ちょっとそういう風にはやってるんで。でも結局、とんかつ食っちゃうんだけどね。あ、カメラどうも。もったいねえよ、欲望のままに食うのが。まあでも確かにそうなんだよね。どうせ食べ放題だからさ、ご飯。金額的に言ったら損なんだけど。まあでもそんなね、うん、まあ無理して食ってもなと思って。まあ無理してもってか、本当はもっとご飯食べたいんだけど。むしろご飯食べないことに無理してるんだけど。うん。キャベツもおかわり自由ですよ。あ、フェスティバルだす。よし、じゃあちょっと俺、とんかつ屋行ってくるわ。とんかつ食い行ってくる。とんかつ食いってからまた配信するわ。お腹マジでめちゃめちゃ空いたんでね。よいしょ、靴下。花園にあると思うんです。こちらにとんかつ弁当とか持ち帰りもできる。食いたくないですか？よし、行ってくるかな。この部屋くせえな、マジ。一回外出てこの部屋に入った瞬間、この部屋が臭いのがわかる、うん。この部屋やばいわ。なんか物の腐った匂いがする。何？何？はあ、何？うん。ダメです、何ですか？あ、カメラと思う。あ、フェスティバルと思う。じゃあちょっと、とんかつ食いってきます。フェスティバルあざす。フェスティバルありがたいっす。フェスティバルはね、ちょっと1個1円で、まあ、正直大したお金にはならないですけど、チリツモなんでね、みんな無料でもらえるんで、ありがたいっす。はい。フェスティバルは明日もね、獲得できるんでね、ぜひ獲得して投げてほしいです。ありがとうございます。投げてくれた方。うん。あ、じゃあちょっとね、ご飯行ってきます。まあ、カメラもね、一応投げといてほしいけど、まあ、正直カメラって1円にもならないから、そう。で、ランキングも多分もう無理だと思うので。あー、トクラダダス、リポーターレンチャーダス、10倍マダス。ありがとうございます。このフェスティバルに関してはね、無料だけど、一応、1個あたり約2円の価値があるんで。うん、あー、トクラダ、レチャー、レチャー、ちょっと、じゃあ、行ってきます。ありがとうございます。やった、やった。トンカツ食べてきます。ありがとうございます。トンカツ食ってからまた配信します。お疲れ様です。ありがとうございます。やったー。最後に爆投げを出す。お疲れ様です。